福島の鎌田さん。こちらは福島です。東北地方では参加校23校の中から福島県立浅香女子高等学校が代表校に選ばれました。福島県立浅香女子高等学校のある郡山市は福島県の商工業の中心です。明治時代の浅香開拓によって急速に発展した町です。開校が明治45年、今年で創立71年になりました。在校生が1240人、卒業生が1万7000人以上を数えます。女子マラソンの美智子ゴーマンさんをはじめ、さまざまな分野で活躍をしています。女子校らしく校庭の周りは花壇になっています。放課後全校生徒が出て手入れをします。今年からこの花壇にさつまいもを植えたクラスもあります。冬になって石焼き芋を食べるのを心待ちにしているんだそうです。クラブ活動も盛んで、演劇と吹奏楽、そしてスポーツでは水泳、卓球、バスケットなどが好成績を収めています。それでは福島県立浅香女子高等学校の合唱をお送りします。指揮が渡辺康夫先生、ピアノは3年生の荒明和子さんです。はじめは課題曲です。
福島県立朝霞女子高等学校の課題曲でした。